はい、こんにちは。今日はですね、米韓情勢についてお伝えしてまいります。米中対立がですね、長引く中ですね、アメリカはですね、自由で開かれたインド太平洋構想と、これ安倍前首相から始まりましたが、この構想のもとですね、日米豪印のクアッドということを中心に、ヨーロッパとも協力体制を構築しております。で、こうした中、アメリカとしては中国に人権問題などの解決を強く促しているということですよね。で、そうした流れからですね、21日現地時間、今回米韓首脳会談ということが行われるわけですが、米韓の懸案という視点から言えばですね、大きな注目点は韓国のクアッド参加是非ということと、米韓のワクチンスワップと対北情勢ということに関して、ムン・ジェイン大統領、バイデン大統領の間でどのような会談が持たれるのかというのは注目点だと思います。で、こうした情勢下ですね、米韓首脳会談を控えまして、アメリカから注目すべき発言がありました。中央日報ですが、クワッド拡大計画はない、首脳会談を控えて韓国に配慮か、4カ国の地位固めか、アメリカホワイトハウス国家安全保障会議 NSC のカート・キャンベルインド太平洋調整官が18日現地時間、連合ニュースのインタビューで、現時点でクワッド日米豪印を拡大する計画はないと明らかにした。キャンベル氏はこの日、クワッドは民主主義が各国の国民とさらに広い世界のために何を共にできるかを見せるために設立されたとし、クアッドは4カ国を意味するため、拡大する場合は名称を変更しなければいけないと述べた。キャンベル氏はアメリカのアジア政策を総括しているため、アジアツアーとも呼ばれる。21日現地時間の米韓首脳会談を控え、ホワイトハウス高官が今回の会談でクアッド問題を浮き彫りにしないことを確認したのだ。しかしアメリカが韓国にクアッド参加圧力を露骨に加える代わりに、ワクチンや半導体などグローバル懸案でクワッドが議論を主導する姿を見せ、むしろ韓国に協力の必要性を感じさせるという分析も出ている。最近のクワッドは3月の首脳会議をきっかけに、トランプ政権当時の軍事安保協議体の性格を消し、ワクチン、新技術、気候変動の3つの分野のワーキンググループを発足させる形で影響力を拡大している。中国牽制という内心は隠し、主要イシューのリーダーシップを持つ一種の既得権グループのように作ろうとするアメリカの意図が見える。さらに従来のクワッドだけでも十分という雰囲気も感知される。韓国政府はその間、アメリカからクワッド参加を公式に要請されたことはないという立場を繰り返してきた。その一方で、ワクチン、半導体など戦略物資の国際需給構造がクワッド中心に再編される流れを見せると、今月に入って新技術、新型コロナ、気候変動などの分野でクワッドとの部分協力の可能性を表した、あと省略します。このような報道がされております。で、この記事の中のポイントはですね、21日現地時間の米韓首脳会談を控え、ホワイトハウス高官が今回の会談でクアッド問題を浮き彫りにしないことを確認したのだとありますけれども、これはですね、キャンベルインド太平洋調整官の発言を素直に読めばですね、クアッドを拡大する計画はないとおっしゃっていますので、その発言の意味はそれ以上でもそれ以下でもないと思います。で、アメリカはですね、クワッドに韓国、ベトナム、ニュージーランドなどを加えたクワッドプラスといった構想を検討しているとしたニュースが過去報道されていたこともありましたが、今回のですね、キャンベル太平洋調整官の発言を鑑みますと、韓国はですね、このクワッドと、あるいはこのクワッドプラスということに加わる時期ということを逸したように見えます。これはですね、アメリカとして北朝鮮情勢、中国情勢などにおける日米同盟とクワッドといったことの重要性が増す中、相対的にですね、米韓同盟の比重というものが薄れていくということを意味すると思います。そもそもですね、自由で開かれたインド太平洋クワッド構想というのは、自由民主主義、法の支配、基本的人権の尊重を守るという価値観を共有する国々の集まりです。ですので、部分的に参加ですとか部分協力ですとか、そういう概念では捉えることはできないように思います。ですので、本来ならばですね、クワッドに自由民主主義国家の韓国が入っているはずですが、対北政策、対中政策における米韓の立場の違いというのが見えてくる中ですね、今回キャンベルインド太平洋調整官が韓国連合ニュースのインタビューでクワッド拡大計画はないと明言したことで、韓国ムンジェイン政権はですね、アメリカの同盟国として厳しい立場に立たされたように見えます。で、こうした中ですね、韓国がアメリカに支援を要請していますワクチンに関しても、
アメリカ政府から注目すべき発言がありました。アメリカ COVAX 通じて貧しい国にワクチン支援、韓国が受ければ例外に。ジョー・バイデンアメリカ大統領がワクチンを他の国々と分け合うと発表してから、その分配基準や支援対象国に対する世界の関心が集中している。アメリカはワクチンの相当量を世界保健機関の COVAX プログラムを通じて貧しい国々を中心に支援すると明らかにした。アメリカ国務省のゲイル・スミスグローバル新型コロナ対応及び保健安保調整官は19日現地時間の記者会見で、ワクチン配分に関しては我々はCOVAXと緊密に協議しているとしながら、特に低所得国家と中低所得国家に焦点を合わせていると話した。COVAXは WHO が運営する世界最大のワクチン共有プログラムで、主に自力でワクチンを手に入れられない国々を支援する。スミス調整官は翌月イギリスで開かれる主要7カ国首脳会議 G7 首脳サミットのパートナーとこのパンデミックを統制するために必要な大規模支援を議論する計画と明らかにした。バイデン政府は17日6月末までにファイザーやモデルナ、ヤンセンのワクチン2000万回分を他の国々に支援すると明らかにした。先月寄付の意思を表したアストラゼネカワクチン6000万回分までを加えると計4種類のワクチン8000万回分を支援する計画だ。で、これに先立ちまして4月21日アメリカ国務省のプライス報道官は定例会見でワクチンの需給を説明する途中、カナダ、メキシコ、クアッド国家と議論してきたとし、ワクチン供給順位がアメリカの隣接国、クアッド国家、その他の国の順位になるという分析が可能だと報道されておりました。ですので今回のスミス調整官の発言も、プライス報道官の発言と照らし合わせていきますと、文脈を普通に読むとですね、アメリカはカナダ、メキシコ、クアッド以外の各国に対しては、主な手順として、そのCOVAXを通じてワクチンを供与する計画であるというふうに述べているように僕には見えます。ただですね、米韓首脳会談の結果、ある種例外的にですね、少量を韓国などに提供するといった可能性はあるかもしれません。ただアメリカのスミス調整官はですね、特に低所得国家と中低所得国家に焦点を合わせているとおっしゃっていますので、こうしたアメリカ側の発言から考えますと、ワクチンということに関しましては韓国政府の要望通りにはならない可能性が高いように見えます。ですのでこの韓国のですね、ワクチンスワップということでもアメリカとしてはですね、現状事実上のゼロ回答ということの可能性もあるように見えます。で、こうした中ですね、米韓首脳会談はこれから行われるわけですけれども、北朝鮮情勢、中国情勢などをめぐり、アメリカがどこまで韓国に対しましてはっきりと踏み込んで言うのか、表現をぼかしながらもムンジェイン政権への外交的な圧力を強めていくのか、そのいずれかになるように思います。で、今回のバイデン政権がブリンケン国務長官、ウェンディ・シャーマン国務副長官、ジョン・パクアメリカ国務次官補、東アジア太平洋担当など、特にですね、朝鮮半島情勢、日韓情勢に精通している人々が揃っていることからですね、米韓首脳会談でアメリカが事実上のゼロ回答ということになりますと、ムンジェイン政権の求心力低下ということにはさらに拍車がかかるように見えます。ありがとうございました。